こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、三人行かば必ず我が師ありです。これは孔子の言葉で、論語述字編の三人行かば必ず我が師あり、その良きものを選んでこれに従い、その良しからざるものにしてこれを改むとあります。今から三人行かば必ず我が師ありを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。